久保さんまあそのなんかまあすげえ有名な話とかねあれなんですけどなぜ山に登るんですかみたいな,なんかこういう話あるじゃないですかなぜ山に登るんですかあんな危険な山にみたいな目の前に山があるからみたいなね <laughs> 結構これよくなんか有名なんだろうなんかで結構なんかあれなんですけどなぜそんな危険な山に登るんですか目の前に山があるから終了みたいなね まあ他の人はだから理解できないんですよ。理解できます死ぬかも分かんないです。よ。エベレストは死ぬかどうか分かんない。でもなんで登るんですかいや、エベレストがあるから、目の前に。みたいなね。理解できないんですよ。だから、理解ができないから理解しようとしなくていいんです。うん、だからそこを理解できないように理解しようとしてるから、だからついつま合わないんですよ。うん。だから、あのー、 僕、僕の場合は今、あの、お金稼ぐためにお金稼いでるんで、まあ、久保さんはもうちょっと違う領域言ってるかもしれないですけどね。みんなの銀行も30万円もらえるからやる。ただそれだけなんですよ。すげえシンプルですね。もうやれば30万円もマックスもらえるんだ。じゃあやるよっていう。でもこれが1円も,もらえなかったら僕やんないですね。みんなの銀行。これが、あとはアフリ報酬が100円とかでもやんないですね。多分。100円だったら多分。申し訳ないけど。うん。久保さん、久保さんだったらやるかもしれないですね。 僕100円だったらやらないですね。この案件は、うん。だっていろんな案件があって選べるわけですよ。じゃあ A と B があってね。A は100円の案件です。B の案件は1500円です。どっちやります時間は有限です。時間は有限です。別に両方やるっていう選択もあるんですよ。でも時間は有限です。で、動画を僕ね、まあ、みんなの銀行紹介動画もね、さっきアップしたんですけど、何分だ ?15 分ぐらい撮ったかな。15分ぐらい撮ったんですよ。 ね、物の一本の紹介じゃないですよ。でその時間有限なんで、じゃあどっちに時間を使うかって考えた時に、いやすいません、1,500円の方行きますって話で僕はね、シンプルなうん。だ僕はね、今、まあ、お金を稼ぐためにお金を稼いでるって感じですかね。だけど、そのお金を稼ぐっていう行為自体が、まあ、もはやもうゲーム化してる、面白いというか。 こうやったら人,人が反応するこうやったら紹介が増えるこうやったら売れるとかねそれのフィードバックが楽しいんですよだか,か稼ぐためにやってるんだけどその稼ぐ行動自体がモチベーションそれ自体がゲームであり面白いっていうだから人よりできるっていうだから好きとか嫌いじゃなくてもその行動がモチベーションですよね久保さんいいこと言いますけど行動自体が面白いっていうねまあもちろん大変なこともありますよいろいろめんどくさいこともあるんだけども めんどくさいことをやったとしても、例えばセールスレターを書くとかね、セールスビデオを作るとか結構めんどくさいんですよ。だけど、それを超えた時に、バンって売れました。じゃあ、その大変だった以上に面白みだったりとか、おっしゃーみたいなのが得られるので。だからなんだろうな、やれますよね。まあ今月末も僕商品売るんですけど、でもお金稼げない人っていうのは、なんかね、 うんお金欲しいと思いながらもやらないからもうどうしようもなんないですよね。お金稼ぎたいと思ってもやらないんですよ。本当に稼ぎたいと思ってんのかなみたいな。<laughs> 僕、稼ぎたいんでやるんですよ。え、稼ぎたいって思うことは悪ですかこれいきましょうか。稼ぎたいと思うことは悪ですかね。村上ファンドじゃないですけど。<laughs> お金は悪ですかじゃなくて、稼ぎたいと思うことは悪ですかと。 じゃああなたね、稼ぎたいと思うことが悪なんだったら、給料もらわず働けと。ね。給料もらわず働いてくださいよ。で、いけますか僕は、お金は、稼ぎたいと思う理由は何でかっていうと、必要だからです。単純に。家賃払わないといけないし、電気代払わないといけないし、必要じゃないですか。必要最低限の経費なんですよ。だからそれは絶対稼がないといけないから、稼ごうと思うわけですよ。わかりますこれ、これなんか、悪いですかこれ悪いのかな、久保さん <laughs>。 これ悪いことですか必要だからお金は必要。生きていく上で必要。絶対的必要。だから稼ごうと思います。だから稼ごうと思ってるから稼ぎに行きます。もうめちゃくちゃシンプルですよね。だから人よりや,やるというかね。稼げるまでやるし。でもみんなな、なんなんだろうなっていつも思いますけどね。そう、いつも思いますね。稼ぎたい、稼ぎたいと思うのだったらやれよと、うん。だって必要でしょと。 でなんでそう思ったんですか必要だからでしょっていう。で必要なものを何で、えー、そのかやらないのみたいな。大丈夫ですかみたいな。<laughs> まあその人の人生なんでね別にいいですけど。すいません僕は自分の人生をあの生きていく上でお金必要なんでこれからも家賃必要だし食費必要ですし水道代必要ですしガス代必要ですし電気代必要ですしスマホ代必要ですし。 いろいろな経費かかるんで、まあ、稼いできますね。必要だから稼ぐ。だからやる。いってらっしゃい。